キュボロ組み合わせのレイキュボロは、スイスのキュボロ社によって開発された玩具。木で作られた、同じ大きさの立方体に、溝や穴が掘られており、組み合わせることで、付属しているビー玉を上から落として、下まで落ちる道を作る遊び。1979年、スイスのベルンにおいて、マティアス・エッターとシンシンに、障害のある子供たちとの間で生まれた遊びが、元となっている。 これが発展し、エッターにより、子供と大人たちのための玩具として1985年に市場に発表された。日本へは2004年から輸入されており、2005年の愛知万博のスイス館に展示されていたことで、認知度が高まった。その後、2017年1月に NHK 名古屋放送局の番組で将棋の藤井、聡太騎士が幼少期に遊んでいた玩具として紹介され、 藤井騎士が連勝を重ねて注目されていることもあり、全国的に有名になった。注意点としては、幼児がビー玉を飲み込んでしまうことが懸念される点である。慣れるまでは、必ず保護者が一緒に遊ぶことが必要である。AB タバタ暗示。何これ魔法レールを作り、ビー玉を転がして遊ぶ木のおもちゃ。キューバロ、クーゴリの動画がかっこいい。ポーチ。 2017年5月18日閲覧。A.B. キュボロ。木のおもちゃ。J.P. 2017年5月18日閲覧。A.B. 油。原里子。将棋の藤井聡太四段という天才を育んだ秘密は幼少期のこの玩具にあり。ケイニュース。http w w w h o c c o j p トピックス。 2017万625と 1T5 万 101HTML2019 年9月16日閲覧村上正俊、またも勝利14歳騎士藤井四段脅威の17連勝会進撃の軍事指摘分析時事 .com http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ v4 id イコールフォーサイト00207 2017億516万1 2017年5月18日閲覧足立ち一14歳プロ騎士藤井聡太四段に見る天才を育てる伝え方リバドールニュース http://blogos.com コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュ221463スラッシュ2017年5月18日閲覧。藤井聡太四男の天才能を育てた、スイス製の立体パズル。ニュースポストセブン。https://www.news-pos コロンススララッッシシュュ。 tseven.com スラッシュアーカイブスラッシュ20177061556万 4246HTML2017 年6月23日閲覧ありがとうございます